皆さんこんにちは、シマリスです。はい、ということで今回は、サブストーリーの方ですね、進めていこうと思います。ホワイトホルム城、グリンブルク王とホワイトホルム城では三国共同式典の準備が始められていたということで、ロラン様のお城っていうことだね。サブストーリーという戦闘とかあるのかな、ちょっとねやっていこうと思います。ほい、よっしゃ、はい。パトリアと、ロランはどこへ行った？ああ。共に来賓を迎えるよう言いつけたはずだな。言いつけたけど、行ってしまったんだね、ロラン君はね。プラニさん、はい。寄って、はい、寄った。それが、親衛隊を振り切って、どこかに出かけてしまったそうです。振り切って行っちゃったんだ。あ、まあ、騎兵だからかな。一人で馬に乗ってどっか行っちゃったってことですね。はい。パトリアとが羊さんみたいな感じなのかな。はい、ロラン王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でしてなるほどね、やんちゃ坊主だった。いつまでも子供のように。これお兄さんかな、じゃあプラニが第一王子かな。もういい、私一人で応対する。はい、ということで大人のお兄さんが、はい。プラニ王子、はい、来賓の皆様がご到着されました。クラルス、はい、クラルスさんは誰ですか？なんか羊、女の子もう誰が誰だかわからないが。初めて会う者もいる。うん、クラルス、最新の情報を聞かせてくれ。はい、クラルスさんがいろいろ知ってるんだね。かしこまりました。かしこまりました。はい、さあ来た。はい、あちらの女性がアブローラ将軍です、うん、アブローラ将軍、天鉄大戦の名将、腐敗の鉄拳の力と知略を受け継いだ最強の武人との呼び名も高い。おい、あ、なんか英雄の娘さんなのかね、それとも弟子なのかな。はい、最強の武人。今回の武闘大会では創世マクスウェル様と並んで、はい、優勝候補と目されています。はい、武闘大会があるんですね。創世マクスウェル様と並んで最強の武人の一角であると。はい、はい、次。韓国だからみんどいろんな国から来るってことね。聖ハイサンド大峡谷からは、はいはいはい、七聖人の一角、マーシャル家のエグスアム殿の。喉が鳴って大丈夫でしたか聖ハイサンド大峡谷からは七聖人いるんだね。はい、マーシャル家のエグスアムさん。エグスアム殿は、エグスアムさん、七聖人に加わった新顔です。新顔です、はい。軍の指揮を任され、飛ぶ鳥を落とす勢いと。ああ、大抜擢されて、今めちゃくちゃ、ノリに乗っているということだね。はい。希代の将軍と大峡谷の神聖か。うんうんうん。覚えておかねばならんな。覚えておきましょう。まだ来る。おなんかおじさんが。知っている。お、同じく七聖人のエンデケソルスレイ殿だな。ソルスレイ殿。はい。はい。潮の管理を司るハイサンドの重鎮です。重鎮様が来ている。しかし近頃はエグスアム殿に恐れ気味のようで。あ、なるほどね。神聖にちょっと押されてると。教皇の元、一枚岩に見えるハイサンドにはいろいろ圧力があるわけか。はい、これは圧力と読みますね。なるほどね。助かったぞクラルス。以上。さすがは三国の流通を牛耳るノゼリア商会。流通を牛耳るノゼリア商会。ノゼリア商会ってなんか戦争してたのを仲介したじゃないけど、なんかまあ、仲介して今停戦状態みたいな感じの紹介さんだよね。武闘大会の賭けの胴元を任せていただいた以上、出場者の情報は把握しておきません。これ不正してるんじゃないですか不正が行われているのではないでしょうか。王子、はい、エスフロスト元総帥の妹子と弟子、妹子と弟子、エリカ殿とタラース殿がいらっしゃいました。妹子と弟子っていう丁寧な言葉があるんだね。エリカ殿とタラース殿、はい。グスタドルフ総帥の代理として、はい、三国共同採掘の記念式典に参加されます。グスタドルフ総帥がフレデリカのお兄さんだっけ。はい、タラース殿は最小に任じられたそうではい、今やエスフロスト第2位の要人です。第2位の要人が、この弟子が、第2位の要人と。グスタドルフ総帥は自由を重んじると聞いた、うんうん、
結局身内を贔屓するようだ。身内を贔屓していいのか。王子、かの国の軍備は侮れませんぞ。くれぐれも失礼のないようお願いいたします。余計なことは言わないでくださいねっていうふうに言われてる。分かったよ。エスクロストの本家筋とことを構えても、うん、駅はないから。駅はないからこのことです。はい、以上。これでまあ式典をするということだね。この人たちが集まって、ようこそ、うん、グリンブルク、グリンブルク第一王子フラニである。フラニである。明日の式典をどうか楽しんでもらいたい。記念すべき我らの取り組みを共に祝いましょう。あ、そういう、まあ、対等な立場っていうことだな。もっとも舞踏大会に出場なさる方々はそちらの方が重要かもしれませんが。ああ、偉い人も出場するんだね。それはそうか、武人、最強の武人が来てるから。まずは式典と大会の舞台となる、はい、ホワイトホルム城をご案内しましょう。お城でやるんだね、大会も。おい、庭園。はい、ここでやるのかい。ここでもやりそうな気配するけど。あ、これはご機嫌ですね、ロラン王子。なんだな、ロラン王子、誰ですかあなたは。ああ、ヒューエット。あ、ヒューエットか。今戻った。あ、なんか小言言われるとか言ってたヒューエットさん。聞きましたよ、またウォルフォート領に行かれていたそうですね。もう言い方ね、言い方がもう聞きましたよっていう、そういう言い方されてる。ちょっとやぶようでな、お前を巻いて悪かった。巻いちゃったんだ馬で。なぜ私をお連れくださらないのですか。王家の親衛隊を何だと思いです。はい、自分の身くらい自分で守るさ。うんうん。それに俺は第二王子だ。ああ。たとえ何かあっても父上も兄も誰も困らない。なるほどね、まあ、そういうところがちょっとなんかなんていうんだろうね、ちょっと影をね落としてるというかね、ちょっとそういう感じなんだね、ロラン君はね。妹のコーデリアだって俺よりしっかり者だしな。コーデリアさん結構みんな子だくさんですね。私は大いに困ります。私の主はあなただけなのですから。ヒューエットさん、女の女性かね、そういうなんかそういう感情を抱いていそうでもあるが。ヒューエット、そうでしょ、これは勝手に抜け出すのは慎む。含む。そうしていただきます。はい。強いね、ヒューエットさんね。そういえば明日の舞踏大会にもウォルフォート家と共に参加しようと企まれているそうです。企まれているそうですね。企まれているって言われて。お前どうしてそれを。すごいな、情報網がね。レグナ王から伺いました。あ、もう王様が。くれぐれも問題を起こさぬように。どの。もうお父さんが言ってるんだそれ。全部お見通しか。私も一緒に参加いたします。お、もう王子から離れませんからね。これ仲間が増えるのかな。分かった、好きにしろ。はい、やれやれ。はい、ということで、これで終わりかな。 OK。 では次回またねメインクエストを進めていこうと思います。ちょっと短いかな、まあ短いけど、まあサブクエスト続けちゃうとちょっと長くなりそうなんでね、次回メインクエストは次回にやろうと思います。このシリーズ、毎週更新予定となっておりますのでね、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。あとは、ツイッターもねやってますので、そちらのフォローも、あの告知等はツイッターでね行ってますので、よかったらよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回メインクエストの次の、違う、メインストーリーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。